はい、こんにちは、りんです。はい、今日はというより、はい、あれだねって言ってもわかんないけど、はい、今日もゆるい感じの動画です。まあ、というより、まあ今ガチャキン、まあ前の動画でも言ったけど、ヒカキンみたいになってんだけど、ヒカキンさんごめんなさいって感じなんだけど、はい、ガチャキンして、まあ言葉なんでね、はい、ガチャキンしてるじゃないですか、っていうかしてるんですよ。はい、なんでそれで毎日かはわかんないけど、まあたまそこまでたまにでもないけど、まあね、その周回の様子とか、スタミナ調整関係ないね。その、何?ランク上げの様子を動画にしながら、まあ何か話そうかなっていう感じのやつです。でも、前の動画で神々回って、クソって、そう、もう話しながらやったり、風呂上がりでやると、手が滑ったりして、パズルが乱れるってことが分かったんですけど、まあ、今回は結構簡単なんでね。しかも、風呂上がってから結構時間経ったんで、手汗もまだそこまで書いてないんですよ。はい。はい。手汗書きやすいんですよね。まあ、夏っていうのもあるんですけど。なんで。はい。やっていきましょうということで、今これはですね、スタミナ調整として入ってます。で、この前の動画で言ったかな?まあ、わかんないけど、機械流回るためのパーティーを作ってるって言ってたじゃん。言ってたじゃないですか。はい。それで一応2体目のというか2体いるんですけど、1体の方のアレスが普通のというか古い方の究極進化なんで、そっちじゃなくて、新しい方の究極進化使いたいんで、そっちを作ろうとしてる方のやつが、そっちの野郎がですね、はい、ただの進化は終わりましたっていうのと、天津飯も進化したのと、あと何かな、何だったっけな、あ、そう、五右衛門のスキル上げが終わりました。まあ P ですけどね。はい、では究極した五右衛門のスキル上げってどうやってしてんの?というか、実装されてないからさ、そんなん、P 以外って、あれですよね、究極させないといけないじゃん。ですよね。なはず、なんで。まあ、そんなことどうでもよくて、はい。まあ、五右衛門のスキルレベルが、はい、上がったよってことですね。てか、上がりました、はい。一応、ランクが今、169で、まあこれが終わったら170になると思うんですけど、はい。一応300の間まではちょっとガチャ禁しようかなーって思ってます。ガチャピンみたいに言ってるけど、ガチャ禁ですよ、ガチャ禁。ガチャ禁しでガチャ禁です。はい。ということで、今回はというか今日は、というか今から裏ダンジョンを回ろうと思ってて、でも、裏なんちゃら系でさ、今コインが半額じゃん?半額じゃないですか。でさ、いろいろ調べたんだけど、ヒペリオ、裏ヒペリオがそういうクロノス系の中で一番いいらしくて、そこだけしか行ったことないんですよ。てか、めっちゃ遅いんだけど。あれ、エラー発生しちゃった。あれ?どうしよう。まあ、で、それで今回は、ちょっと、天津飯のスキル上げって、そもそもないじゃないですか。普通のモンスターで。で、天津飯いっぱい持ってるかって言ったら、ポイントにしちゃったんで、持ってないんですよ。って言ってすぐスキル上げできるわけじゃないんですけど、自分が思った感じで、スキブ関係でですね、
スキーレベルが、あと、あ、1だけプラスしてあげとけば、っていう、まあ、そういう感じなんで、というか、とりあえずモグピー欲しいんで、はい。今日はね、裏クロノスをやっていきますね。はい。買います。で、そう、初めて入るの。まあね、あの、あれだよ。あ、なんと言いますか。とりあえず、あ、違う。なんと言いますかじゃない、全然。とりあえず、モグピー出たらいいなって感じですね。はい。あの、ヒペリオ回ってたとき、まあ、15回ぐらいしか行ってないんですけど、その時、あ、ちょっとやりにくいんで持ちますね。その時に、確か、あの、多分2回目ぐらいですぐ P 出てきて落ちたんですよ。で、15回中2体も出てきたんで、まあ、結構な運だとは思うんですけど、はい、やっていこうと思いますね。ちょ、待って、ほんと手汗がやばいよ。タオル。緊張でもなんでもないけどね。手汗がなんか今日すごいわ。なんか今日すごいわ。ということで、こんなもんでいいかな。まあ、道中はこんなもんでいいんですけど、あの、ボスを集中して頑張らなきゃいけない。あの、裏ダンジョンってさ、強いじゃないですか。そのモンスターが基本なんで、こういう仮面の、そう、こういう仮面の、防御力がわかんないんですけど。何万ぐらいかな。あ、だから木がないときつい。まあ、いいや。死でいけるわ。30万とか。まあ一応倒せるんでいいんですけど。そうだね。出にくいよね、そりゃ。そりゃ出にくいでしょ。下に置いてたらさ、すごい。下に置いてたらパズルやりにくいんですよね。あの、エキドナは一応保険として入れてますね。やべえっていう時とかに使えたらいいんで。はい。やばい、ちょっとマジで手汗かいてる。どうしよう。手汗が。本当にそういうのやめてほしいんですよね。あの、裏ダンジョンのいいところ、まあ、みんなわかってると思うんですけど、あの、経験値うまいですよね。どっちの経験値も。あの、なんで、落ちるモンスターの経験値、だから合成した時の、もう、あと、クリアした時の普通のなんかランク上がるぜの経験値もいいんで、はい。ぜひみんな回ってねって、今頃かって話なんですけど、はい。最近ですね、ほんと。裏ダンジョンに手出し始めたのは。まあ、ランク低いなーって思って、やってる日にち的に、それと対象に考えたら、なんで、まあ、モクピー出ないんだけどね。モクピー出ないかな。あ、そう。チャンネル登録、レノンのチャンネル登録しているとこの YouTuber さん、で、男さんいるじゃないですか。はーい、男でーす、の人。わかりますか？さっきその人の動画見てたんですけど、面白いね、ほんと。あんだけ話したら相当モテるよね。まあ、そんなことどうでもいいんですけど、ちょっとやばいかもしんないな。あ、全然余裕だったわ。はい、ということで、同じやつだよね。ということで、男さん面白いなぁと思って。
それだけ。っていうことで、これしてこれして、ダメだ、つながる。こういう失敗をした時のためにこいつですね。こいつだよ。ポチッとなっとしたら、ほら5になる。ということで、なんでこいつを使って、もう本当にグダグダでやってますよこれ。本当ただランク上げのためだけなんで。でしかもそんな降臨とかみたいに負けないんで、ある程度ですよ。そういう神々みたいにミスしたらそれは負けますけど、1億倒せるんでね。はい、みんな男さん知ってますか？男？ん？どっちかな？はーい、男。男だね。え、でも、男さん？どっちかな？発音がわかんねえわ。ということで、もう一回だね。はい、行きましょう。え、てか、こんなにダラダラしてたら、今何分？あ、5分だったの？全然余裕だね。一応全部クリアしたらいいかなってぐらいなんですけど、でも真ん中ぐるぐるしたいな。真ん中かわかんないけど、はい。いきます。はい、モクピー出てこないんだけどね。男さんの声似てませんか？あのモノマネ、マネがね。はーい、男です。似てないわ。似てなかったわ。一つも似てなかったわ。なんか、それなりにやってるね、みたいな感じだったね。はい。今回の、なんか、ニコ生出演者応募するぜ、みたいなやつあったじゃないですか。あれ、正直言って、YouTube の人出てほしくないですか？なんか、あ、違う、 YouTube というかそういう動画を投稿して有名人な人、有名人、有名な人だって。正直言って、まあ一般の方というか、なんか別に、それこそじゃあ中学生パズドラやってて、その応募してみたら本当に当たったわーいの人だったら、あんまり面白くないと思うんですよね。自分的にですよ。別にそんな当選して行ったらすごいとかいいねって感じなんですけど、でも正直言ってそっちの方が面白くないですか？だってもしですよ、おじいちゃんパズドラーの300以上でアヌビス持っててとか、そんな感じでやってる人が応募して、あ、でもおじいちゃんパズドラーは面白いかもしんない。あの、そんなことで、なんか言いたいことおかしくなってきたわ。もうおかしくなってきたわ。まあね。そうだよ。ということでやっていきましょう。はい。なんか最初の挨拶考えたいな。いろんな YouTube の方、最初の挨拶あるじゃないですか。それこそ、パズドラやってても、はーい、男でーすとかあるじゃん。そういうの欲しいなって思っただけですね。はい、だって、なんかないかなーって思っても、本当にないんですよ。難しいよね、考えるのって。ずれたし。4、5、あ、十分だよ。え、多分2番目もあったらいいのかな、これ。多分2番目だと思うんだけど。自分臆病なんで、はい。保険かけましょう、ちゃんとね。ダメだった。正直言ってモンスターが恵まれてるのかもしれないですけど、まあ自分そんなガチャ引いてないし、そんないっぱい課金してるわけでもないんで。結構いけてないですか、これ。モタゴできるかなって言っても、まあ、はい。フレンド出ちゃったりするんで。
さっき間違えて出しちゃったけどごめんなさい。はい、一瞬なんで許してね。はい、ということで一応じゃあ裏ダンジョン全部攻略したら終わろうかな今日はね。全部ってその全部じゃないですよ、クローノスの裏クローノスの中の全部の5つが終わったらって感じですね。トークが持つかなーとか考えても別に緩い動画なんで、自分の自由ですよ、 YouTube なんで、 YouTube なんでね。ということで全然モクピーが出てくれないんだけどやっていきましょう。間に合ってよかった。こういうなんかほぼ単色パーティーとかだったらその色が出ないとちょっと危ないな。まあ一応ベルダンディ、あー金メタか、金メタ欲しいけどな。まあレベル関係ないんでねこれ。あー斜めいっぱい入れたと思ったの、ね、はい、こいつ倒そうね。あーダメだった。おおは強くね、やばかったな今。これでいいでしょ、これでいけなくても多分この2つは倒せるんで。あーどっちもいけたね、ラッキーですね。こういうことがあるからそういうノーマルダンジョンやらそういう裏ダンジョンだったらいいね。ってことどうでもいいから早せいやって人もいると思うんですけど、はい、やっていきましょう。実況なん、実況、まあ、実況、あー、これは集会のより動画なんですけど、まあ、実況するなら元気よくしようって感じですけど、本当に疲れてるんで、はい。なんで、本当に疲れてるときはマジでやばいっす。あー、火ばっかりいたな、よかった。こういう遠いのちょっと困る。こういうの、遠いのちょっと困る。あ、すごい。すごくないわ。はい、ということで。あ、ちょっとね、ここさ、あれじゃない？まあいいや、火でぶち抜こうかな。無理か。いや、できるぞ。俺ならできるぞ。これでいいか。はい、落としも入って、これはダメだな。そう。そうなのよ。ちょっとさ、強くない？マジで。あ、これいいね。これで倒したんじゃない？これで倒してくれないと生き殿扱う羽目になるんだけど、あ、これはいけた。多分一生ここの、このダンジョンのここの階行かないと思います。だってここがちょっと危ないもん。こいつは、ボスはエキドナがあるんでちょっと楽かな。はい、ということで。あー上に、あーどっちにしろいいか。これでいいのか。ダメだ。まあいいや。最悪5コンボすれば倍率が出るんで。はい。ということで、よし。あと1回かな？あと1回かな？ということで、あと1回ですね。多分。まあその後自分が普通に周回すると思うんですけど。あー、こういうさ、何、誘惑してくるやつあるじゃん。これ本当に言ったらさ、そのスタミナ効率やらなんやら、ワイになるけ、ダメだよ。あと2つやったら動画が終わりよ。っていうことなんですけど、はい。行きましょう。五右衛門の方、と、あと、親友にしてやってもいいよっていう方は、まあ絶対いないと思うんですけど、絶対ってわけじゃないけど、もうほとんどいないと思うんですけど、コメントください。はい。みんな親友欲しいよね。うん。どんなランクの方でもいいです。って言っても、まあ正直言って自分弱いんで、やってくれるかなって思うんですけど、か、わかんないんで、はい。ということでやっていきましょう。ということでね。
そうだよ、モクピーが欲しいんだよ。まあ見ての通り9時なんで、ちょっと疲れが溜まって出るとこだよね、これは。4、5。あー、いや、いけたわ。あー、でも落ちなかったわ。まあいいや。ということで、はい、攻撃色ないんで、はい、危なかったね、ほんとこれ今の。これ死んでたよ今、マジで。バルキリーじゃねえや、ベルダンディいなかったらね。9ターンか。あ、スキル前にしてくれてんの。というか落ちたわ。はい、ということでモグビーが出ないなーとか思いながらやってると出ると思うんだけど。バステ島のいいところは強い。あ、そんなこと言う必要なかった。あ、もうボス。あ、違う、これはいけんじゃない。これで、あ、あと1コンボだったね。あ、そんなことどうでもいいんですけど、勝てればいいんですけど。まあ、エキドナさんがいるんで、そんな慌てずにいけますよ。はい、盤面最大と思いきや1個も損失するっていうパズルを見せると勝てるんですよ。ということで、はい、ここのダンジョン簡単だったね。はい、次も選択していきます。どこが一番効率いいかな。15000、あんま良くない、ここ。あ、合成しなきゃいけないということで、ちょっと待ってね、画面出ないよ今。あの、天狗も育てないといけないんで、はい、テングちゃんも育てないといけないんでね。はい、育ってください。てか、ほんと裏ダンジョンのいいところはさ、あの、落ちるモンスター強いからさ、あの、すごい軽減値になるモンスターの。なんで今2回分合成して10万か11万ぐらいだって。同色じゃないのを、同色じゃないのを、同色じゃなくても、あ、な、じゃないのが混ざっててもそんぐらいいきますよ。まあそんなことみんな知ってると思うんですけど。はい、ということで、ということでってまだだね、ごめんね。大成功してくれないかな。てか思った以上に金メタ落ちたな。いや、よかったね、よかったね、よかったね、レノンくん。はい、ということで、あ、金メタ混ぜると結構上がる。それ当たり前か。はい、ということで、ということでっていっぱい言ってるんですけど、はい、やっとです。はい、最後、一応動画では最後です。この後自分で普通に集会はしねえな多分。まあモグピー出てくれねえかなーとか言いながら多分すると思います。はい、こんなもんでいいかな。あ、やばい、ちょっと待ってよ。あー、全然大丈夫だった。まあこういう2ターンで出てくれたらいいんだよ。というか、あっち本当マジで熱くないですか。てか、今あぐらかいてやってたんですけど、なんか肩ついてめっちゃ痛い。てか、そういうことどうでもよくて、はい、やっていきましょう。あぐらからなんかヤンキー座りみたいになってきたんだけど、はい、そんなことはどうでもよくて、はい、わざと木をずらすことによって次の盤面で木を、そう、残すっていう神業的アホかっていうやつ。はい、モグピー出ないねっていうことでやっていきましょう。ね、モグピー欲しいんだよ。あ、出ないんだけど、はい、というか昨日出して、まあ、チャンネル登録者数も今少ないから、まあ、これからどうなるかわからないですけど、なんで、まあ、この動画こう、あの、好評なのかもどうかも全くわかんない状態でやってるんですけど、まあ、はい、もしよければ見てねって感じの動画にしているんですよ。あ、粒入れちゃった。てか、まあね、たまには、たまにはというか、
まあ YouTube っていうのは自分が好きなこと、楽しいなって思ったことやればいいかなって思ってるんで、自分はね、他の人はそこ仕事とかにしてる人はいろいろありますけど、やばいぞこいつらにしとこ、もう強い分攻撃もさ強いからさ、死ぬかもしれんわってなるんよ。そうなりますよ、なりますん。ということで、クリアした、クリアはしてないけど、あー回復し、し装備入れた、やばい、待って、あセルの自動回復ちょっと嬉しくない、やばい、これは一撃でいかないとやばいから、あよかったよかった。なんか最近というよりさ、座ってやると5コンボ組めるかどうか怖くて本当に辛い、そう辛い。ということでやっていきましょうって、やっていきましょうばっか言いすぎてんだけどね。はい、なんかところどころタメ口入ってすいませんね、本当夜なんで一応ちょっと疲れちゃったりしてるんですよっていう話はどうでもよくて、はい、やっていきましょうってめっちゃ言いすぎてんだけどね。はい、ということで次ボスかな、違うね、全然違ったわ。8回、そうここへ出たら嬉しいよ、動画内で P が出ないんだけど、 P 出ないんだけど、先生すいません、 P 出ないんですけど、先生いないんですけど、はい、学校にはいますよ、ここにはいないですよ。はい、ということで次が中ボス的存在なやつ、あーリバイオスさん、あ名前覚えてた、さすがだな、名前を覚えるっていうスキルを習得したのか俺は。はい、ということで4つ消しを入れると倒せる、はい、そんなことないですね。はい、やっていきましょう。あえ、えやっぱりさ、裏ダンジョンちょっと弱ない、弱くない。はい、ということで、あ俺一番上回ろうかな、はい、動画が一番上回ります、多分ね、ツーウェイ入れるの忘れたんだけど、あーあバカ。はい、ということで無駄にしちゃったんですけど、ベルダンディさんがいるんで、で火が多い場合はこいつを使えば、はいはいはい、エスパイトミナイタミーターになっちゃったとか言おうとしたら言えなかったやつなんですけど、ということでね、はい、あやばい、あー下手くそになった、ダメだ。はい、ということでここで動画はいかないっすよ、はい、動画外で進めると思いますね、さようならー。